エリハラの水穴エリハラの水穴エリハラの水穴は、三重県島市磯部町エリハラにある湧水である。別名店の岩戸で、1985年、エリハラの水穴として、環境省の名水百選の一つに指定された。石灰堂として、大沢の水穴の名でも知られる。浅間山地にあり、周辺の地質は、広い範囲が石灰岩で形成されたカルスト地形で、 石灰岩の路頭が見られる。山麓は、伊勢神宮、別宮井造宮の車窓の原生林であり、その寛容により、降雨の変動も受けず、常時石灰岩質を浸透している。エリゲン地区にはこの洞窟を含め5つの洞窟が知られており、三重県内でも大きな石灰洞結群を作っている。またこの地域は、総圧1700メートルの河津層群が露出している。 この層群は北東から南西に伸びる断層により北西側の A ブロック及び南東側の B ブロックに分けられ大阪峠に近い本洞窟付近は B ブロックに属する。B ブロック内の河内層群はチャート気力業界岩、石灰岩からなり、ほぼ水平または緩い校舎をなす。この石灰岩から同定されたツムムシはスードフューサリナトヤメンシス。 P. クロトワイ、P. ブルガリス、P. タノエンシス、P. プリスク、P.C.F. アルピーナ、PSPP、トリティサイツスードシンプレックス、T.C.F. シンプレックス、T.S.P.P., アサーボシュビジュリナ SP などで、この層群は、ペルムキフルヨと考えられる。湯水のほとんどが、上地ダムに流入し、浄水道の水源となるが、日量3万千トンでも不足している。 市況、天春では、三重県内で最大の石灰道結群とされているが、柏木ほか及び鈴木ほかによれば、アソカルストには6つの石灰道が存在し、こちらの方が大きい。ありがとうございます。